ティッパンコーンラッサミチョとは、タイ王国、チャクリー王朝の王族であり、王大使である。原告王ラーマ10世の逸尾であり、推定相続人。母親は、シーラットスワディー、公式に、ラーマ10世の3番目の妻とされている女性である。ラーマ10世は1番目の妻との間に、娘、2番目の妻との間に4男数目を設けて、いるが2番目の妻と離婚した折に、 ラーマ10世は5人の子供の親権を放棄しており、結果として、ティパンコーンラッサミチョトが認知されている、唯一の息子ということになっている。ティパンコーンラッサミチョトは王太子であるが、2014年に、ラーマ10世とシーラットスワディーが離婚したことで、ティパンコーンラッサミチョトの多い継承者としての地位は、不確かなものになっている。太陽国の定める王室天範によれば、 王位継承の序列は王の長男、続いてその王子と王室の妻との間の長男、その次にその王子と王室の妻との間の次男以降が続くとされる。ラーマ十世が二番目の妻と離婚した際に、ラーマ十世は二番目の妻との間の四人の息子の親権を放棄しており、四人の子供たちも王族としての権利を放棄している。しかし王室は未だにこの子供たちが称号を用いる。 権利を認めている。モノグラム機、ウィキメディアコモンズには、立派ン高音なすサミチョトに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。